そういうわけで、東本さん、もしかして5月14日公開やったゴジラ延期になったんですか？びっくりした。まさか延期になった。延期になってびっくりです。てっきりこの公開するかなと思ったら延期になったんか。なんてことは。びっくりや。せっかくこの月の5月はゴジラの月やからさ、見たかった。じゃあ、ここに何でもしか言えない。運賃を拝借の中に設置してあります。運賃収受箱にお入れください。私も結論せん。もう戒厳令は解除すべきだと。さあ、東京に2年、1週間滞在中だったら、これに分かりました。埼玉の大丈夫でした。埼玉市のあの現状みたいなさ。じゃあ、大丈夫でした。自民党相当の規制ばっかり強めすぎて、こうだってもうおかしいと思ってんや。もうこれだと関係ないと思いました。要はね、トランプさんたち、あの WHO が脱退したって、赤十字国際委員会が脱退すべきだと、まあ、あかんこいつら、あかんと思いました。もう ここを脱退すべきだって、 WHO じゃん。そうでした、こっちってこっちを問題にすべきやな。ああいうことでした。もう医療と福祉の多分ね、それ日本の医師の方みたいな挑戦者としてもびっくりやな。コロナ以前が破壊になる。ああこれじゃ相当女の汚職やってたって証拠や。これで変な粛清食らったよ。そういうことでした。だろうね。俺もな、観光やしてたんや。だから治ってました。そう、病気は自然に治ると思いました。そう、治りました。完全に。そう、次は今年の健康診断で異常はなかったっていう診断もあります。そう、どんどん大丈夫でした。そう、病気は自然に治ると思いました。そういうことでした。そう、今ね、あの医療関係で今むっちゃ叩かれてるよ、逆に。そう、皆さん教えようか、あれな、非コロナ患者を混ぜてやったんですよ。道理でおかしいと思ったんや。状態と今頃ね、映画館も閉鎖されてますよ、本当に。ここの電車もね、もう止まってたはずやね、本当に。もうそれは無理にゃんや。そう、帰る人もいるからね。そう、無理やってん、不可能やってん。そう、俺ね、なコンビニとかに関してはできるとういうことや。食事を取るのはね、ここで税金の支払いとかできるんや。そういうこと。皆さん、名古屋マイナンバーの名古屋カードを置こうとしよう。もう総務省ね、青やからほっときなさい。もう急ながらもアウトです。バカやからほっときなさい。もうあいつら、どんな恐ろしいものか知ってるからね。あいつらね、俺の税金財産権名合併じゃないですよ。どうりでんな。もう戸籍ともらいに行くよ。そういうこと。やったりぞ、藤井裕二。この前とね、滋賀県と長浜市ね、事件剥奪せざるを得ない。厳しい処分下さるを得ないんや。意見審査権行使無理だとあったさ、自民党の違法な法律に対して意見審査権行使してないで、もう終わり。日本とっくろ、いや、民主主義なんてなかったってことや。死んだんじゃなくて、なかったって証明したんや。さあ、じゃあ、もう最新な12月発表したんや、これ。民主主義が死んだってじゃなくて、もうとっくる前に。さあ、みんな石こで、俺もね、あれは仕方ないんや。さあ、教授演説のとっくりな。もう平和や、こんなもんやて。サモを狙った暗殺事件だ。持ってるのか。事件、暗殺事件なんて持ってるのかよ。もう批判するのは当然やろ。俺で私は自由と思います。発車します。どうぞ注意ください。こんな恐怖および平和主義に対する挑戦状だって。さあ、このセリフが入りました。さあ、小泉純一さん、あの 9.1 の時にね、アメリカ企業、アメリカ史上と同時にね、このテロ事件、民主主義に対する挑戦状だって。ああ、俺を参考にしました。もうほとんど疲れてます。使わざるを得ないんや。こんなんや、私は公の場で民主主義になって
唱えることはない。今最近唱えてるけどね。でも今は唱えることはない。むやみに唱えてない。ああ、民主主義は恐ろしいものだって海外で私は知ってるか。この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、前後にその様はね、ぜひお席を入隊入隊してくださいますよう、ご協力をお願いいたします。ね、海外派遣はね、丸がれたんじゃなくて、その在学業に集中しなさいと、ね、そういうことは皆様のご協力をお願いいたします。神谷神楽もね、出動するからそうはいかないんだよ。そんな方に、何でも出動するわけないやん。なんでもね、学校だも現実だもね、こういう状況そこまでしますね。ちゃんとああやって海上自衛隊とかしたりしたのさ、これでよかったよ。あ、これよかった。はい、ね、そんな自衛隊の隊員たちもその被害です。さ、まあ、小泉さんが一番遅いなさ、あとでな。海外滞在先のね、日本人を救出したらね、あとで請求書が来るの、芸人の去年から、そのスポーツの人さんたちが報道し始めたんや、日本政府から通知が来て、内部告発受けて、俺でええな、報道したんや、まあ、8万から15万ほどの請求書、延滞したらね、裁判沙汰になる。日本の管理もすぐさ、気をつけてくれっていうことで助けなかったんや。そう、この横山さんって記者もね、横山さんって記者ね、自己責任で、そう、イラクに行ったんや。そう、イラクの現状ね、今の俺みたいに新宿とかね、いろんなあの現状報道しに行ったように、そういうこと。そう、俺らはね、こうやって経済より政治の恩恵受けたんや。そう、万が一の場合は君たちがそう、今のね、腐った日本政府を倒してくれていうことは、非暴力的冷戦で、その倒してくれていい。だ今これが実っていい。さあ、今コロナでな、こいつは混乱してるんや、そう反撃し。それで共和制移行しようと決めた。もう共和制移行宣言したんでな。こういうことは自民党に対抗するんだな。さあ、地域主権を拡大すべきだ。さあ、これで対抗できるってさ。とか絶対とないないね。総務省は解体するね。厚生労働省は最悪解体せざるを得ない。発車します。それと厚生取引委員会、ちょっと青鬼プラクションに対してちょっと厳重注意せんだわね。プラクション、はい、プラクションバーバーバー排除事件とね、それと晩餐せさめちゃくちゃにしたけん、あれはな、あんたらの仕事厳重注意せんだわね。あ、これしなかったから今こういうトラブルになってるんや。この方ありました。うん、あの厚生取引委員会、よく芸能事務所からこの件でやんの。今日聞いてるの聞いてるでん。もう司教してる、知ってるでん。わかんねえよ、なんだ。一番な、納税してるこの人。失礼やでん、本当に。失礼やねん、本当に。そういうことです。大阪の吉村、吉文さんたち知ってますよ、さあ、吉本の闇委会事件もさ。やっぱ、鬼がつるんでる。そういうこと、やっぱ鬼か。うん、まあ、こいつだか。兄がよう出てくるよう思ったら、びっくりやな。てきゃ赤坂大マンションね、豪華な場所かなと思って、意外と地味だった。地味な場所やな。そう、俺墓があったから、そう、なかなか、そう、なんとかこれ墓な、この墓地に関してちょっとね、規制撤廃しようかと思う。そう、30名以下にね、もう墓地を簡単に撤去するな、神社仏閣も撤去するような法整備せんと。そう、でもね、まあ今自民党不正選挙してるからね、もう日本維新の会も本当はね、もう100議長議席を欲しいんや。これやったらね、自民党みたいに牽制できるからね。そう、でも黙りやったよ。おかしいと思ったよ、自民党は。なんであんなに、はい、不正選挙です。そう、やっぱ聞いたんや。そう、不正選挙、あれでストーカー規制を無理、そんなことしたらね、逆に言うとこれに基づいてみんな訴えるで。日本の芸能事務所はさ、SNS 上でストーカー行為やってるで、これに基づいて訴えるで。わかるから、皆さん、Google とかね、YouTube がやってる通り、ここで通報元はわかるから、キングレコードとか、はい、ワーナーミュージックジャパンとかさ、そういうところ、ソニーミュージックとか、すぐわかるから、利益は絶対に残るからさ、通報行為。試しに音楽付きのあれ流したら、大丈夫でしょ、Facebook 大丈夫。どういうことですか、今。多分インスタぐらいに流したアウトでしょ、多分通報食らってた、多分そうです、多分 TikTok はアウト、多分 Facebook は大丈夫。
多分ツイッターは無理。多分アウトだけど流したら多分まあ俺はアカウント停止食らってる。そういうことです。ジャック・ドーシーさん、グーグルの会社にいたし、この YouTube の会社、現でアメリカの議会に呼ばれたの知ってるで、日本の皆さん、私は物的証拠を提示したからね、もう世界中に。そう、このこと物的証拠を提示して、通報的投稿しました。これが日本の理由です。以上です。